天竺アオイ属とは、フ呂ロ草菓に属する植物の属。ギリシャ語の、コウノトリに由来し、果実に水上の突起があり、コウノトリのくちばしに似ているためである。あまり使われないようではあるが、ストーク、エスビルという英名がある。多年草や判定木のものが多いが、一年草もある。また、多肉植物や保服性、ツル性になるものがある。 約230種が知られており、種の大部分は熱帯、熱帯に分布し、反対管制のものが多い。葉は普通体制、または螺旋状につき、単葉で、手のひら状もしくは、右上の切れ込みや、虚子のあるものが多く、無毛のものと有毛のものがあり、強い匂いのあるものが多い。花は直立した茎の先につき、5枚の花びらがあり、額も五列する。花の色は、赤。 ピンク、白、藤色、紫、オレンジ色、サーモンピンクなどがあり、絞りや福林、星型模様などの福色花もある。一部80先の品種もある。ほとんどの園芸種は、南アフリカ原産のいくつかの原種の交配によって、作成されたもので、約20の種から数千の品種が作られている。ヨーロッパには、プラントハンターのフランシス・マッソンにより18世紀に、 南アフリカから持ち込まれた。普通、園芸植物として栽培されるものは、ゼラニウムと総称されるが、紛らわしいことに、ゼラニウムとは同じトガの原の証拠などが含まれる、フーロ層属のことでもある。この二つの属に属する植物は、元は、ゼラニウム属にまとめられていたが、1789年に、多肉質のペラルゴニウム属を分離した。園芸植物として栽培されていた。 天竺青衣類はこの時にペラルゴニウム属に入ったのであるが古くからゼラニウムの名で親しまれてきたために園芸名としてはゼラニウムの呼び名が残ったのである。園芸店などでも本属植物の一部をラテン名でペラルゴニウムで呼びその一方で本属植物の一部をゼラニウムと呼んでいることがありこれらは全然別の植物のような印象を与えていることがある。 ペラルゴニウムとゼラニウムを意識的に区別している場合は、ペラルゴニウム属のうち一気咲きのものを、ペラルゴニウム、四気咲きのものをゼラニウムとしているようである。最初に栽培されたのは、南アフリカ原産のペラルゴニウムトリステである。バラを思わせる方向を持つペラルゴニウムグラベオレンスは、ゼラニウム、ローズゼラニウム、貧乏人のバラと呼ばれ、和名は、匂い転軸、青い。香水や、 高量の原料として昔から栽培されていた。園芸では次の4つの系統に分けている。ゼラニウム一般にゼラニウムと呼ぶのは色先性のもので日本で栽培されているのは大半はこの系統である。花色などのバリエーションが多い。ペラルゴニウム一般にゼラニウムより高生で初夏から夏にかけて開花する。欧米では花壇用に栽培されているが 日本にはあまり出回っていない。アイビゼラニウム、スタバのゼラニウムでハンズル製になる。センテットゼラニウム、センテットゼラニウムリンゴ、ミカン、バラなどの香りがある系統で、近年ハーブとして愛好者が増えている。天竺アオイ属の多くは、かつて南アフリカで下痢止めとして利用された。胃炎や神経痛、発熱、月経不順、通経剤、 ダ体薬として用いられた品種もある。抽出物が強い抗微生物活性を持つものもあり、現在でもハーブ薬などに利用されている。ローズゼラニウムはもともと香料用に栽培されていたが、初期のアロマセラピストが古いイギリスの本蔵書にある、ヒメフロの情報を誤って転用したため、生意を用いた保管、代替医療であるアロマセラピーでも広く利用されている。下痢止めとしての効能は、 主にタンニンやフラボノイドなどの水溶性成分に起因するが、精油には水溶性成分は含まれない。そのため、精油を内服しても下痢止めの効能はない。精油の香りには人生と刺激、両方の効果があり、香りを嗅いでリラックスする場合と逆の効果が現れる場合がある。比較的安全な精油であり、食品業界、化粧品業界で多用されているが、 近年 EU によって非常に強い監査性を有するという評価がされた。ローズゼラニウム油やその成分は偽物のローズ油やローズ油の増量剤として用いられている。マリアリズ・ボールちゃん編集ゼラニウムペラルゴニウム。History of Norman Creature 優 c u カルティベーション CRC プレス2002年。ありがとうございます。